マティルデ・ディ・シャブランは、ロッシーニが1821年に作曲したオペラセミセリア。この作品は、ローマ初演作としては最後を飾るものとなっている。1820年にロッシーニは、ナポリでマオメット2世の作曲に着手したが、7月に起きたカルボナリ島の暴動騒ぎが原因で9月に予定していた初演がキャンセルされると、 ローマのアポロ劇場所有者であるジョバンニ・トルローニアと同劇場の興行士、ルイージ・ベストリの新作依頼を受けることとした。あらかじめ、ナポリ在住の作家が選び取った題材としてフランス語、戯曲、マティルドが選ばれたが、それは他の作曲家が好んで取り上げた題材だった。ロッシーには、マティルド大一幕を携えローマ入りしたが、登場人物や歌手の顔ぶれが一致せず、 検閲もパスしない可能性があり、これを断念。ジェネレントラの台本作者、ヤーコポ・フェレッティに、新たな題材を求めたが、多忙理由に、フェレッティは、代わりにフランソ・ワブノア・オフマンの、ウフロジーヌ、または強制された暴君を原作に、コルラディーノを提示した。これをした時期にロッシーニは、作曲に着手。アポンロ劇場に対してはあらかじめ、マティルデと告知していたために、 題名をマティルデ・ディシャブラン、または美女と鉄の心を変えることとした。しかし、ローマ入りが遅れたことや、台本の変更により約束の期日までに作曲することは不可能だった。そのため、アポンロ劇場は、ジェネレントラでシーズンの幕を開け、他社の作品を先行上映して時間稼ぎをしたものの、その段階でもフェルレッティの台本は完成せず、ロッシーには、 第二幕の音楽を序盤にパチーニに委ねることとした。すべての音楽を揃え、稽古も開始したが、2月24日の初演を前に新たな問題が起こった。稽古の日にコンサートマスター見識者が卒中で倒れ、第一ホルン奏者も病気で演奏できなくなったのである。そのようなピンチを助けてくれたのはたまたまローマに滞在していたバイオリニストニコロパガニーニであった。 パガニーニは代わりに指揮をする一方で、第二幕のエドアルドのアリアのホルンドクソーをビオラ演奏で補った。しかし演奏時間3時間の対策で、準備不足のために、初演の評価は観客の間でも二つだったとされる。ローマでの初演を終えてほどなく、ナポリのフォンド劇場から再演依頼を受けると、ロッシーニはパチーニの大作部分を呼び、 リッチャイルドドゾ,ゾライーデから流用した第一幕のコルラディーノのシェーナとアリアを除去して新たに作曲した音楽に差し替えた。そして11月11日にナポリ版の初演を迎えることとなる。この作品はナポリ版が決定版とされているが、ナポリ版は登場人物の一人である詩人、石道路のセリフが全てナポリ方言で書かれているためにローマ版の方が 世間に留付することとなった。しかし、ナポリ版の特徴として、詩人をナポリの聴衆向けにナポリ方言で歌わせていること、女嫌いのコルラディーノとそれを口説き落とそうとするマティルデとの駆け引きを描いた悲劇的な部分と、コルラディーノに囚われたエドワルドとその父親ライモンドの悲劇的な部分がミックスされた構成となっている。さらに、一幕だけでも2時間を要する上に、 エドアルドとマティルド、および、イシュドーロのアリアを除けば、重傷を中心に構成されており、各役の登場のアリアを書く構成となっている。さらにコルラディーノは重傷の中で、アジリタの技巧とハイシーの連発という指難の号を駆使しなければならない難役となっている。ナポリ版ンによる20世紀の復活上演は1996年8月13日。 ペーザロのロッシーニオペラフェスティバルであるが、コルラディーノ役として、ブルース・フォードの代わりとして、急遽、ファンディエゴ・フローレスが抜擢された。デシュタティーボーように、舞台は、スペインのコルラディーノの城とその周辺村人たちが、野菜や果物の年貢を届けに入る。迎えに来たのが、当主ジナルド一人なので村人たちが不審気に泊まると、コルラディーノの G、アリプランドが出てきて、 白の主人はひどく残忍な男であることを説明し、城壁に掲げられた、招きなくして入る者には、頭蓋の打ち砕かれることとなる。あえて静寂を乱す者はここにて、上と渇きにより死することとなるという警告文を示し、コルラディーノが大の女嫌いであることを教える。そして金が成り村人は恐れをなして逃げ去る。ジナルドと、ローバン、ウドルフォは、コルラディーノの囚人の見回りに行く。 城の背後の森から、放浪詩人石道路がやってくる。空腹と乾きで疲れ果てた、彼は詩人は貧乏が運命と嘆き、運勢の好転を期待して、ナポリからやってきたと歌う。彼も、また城壁の警告文を読んで、逃げようとするが行く手を阻まれる。コルラディーノが現れ、お前は何者で、誰がお前に来るように命じたのか、と石道路を質問する。 アリプランドは、コルラディーノが石道路を殺そうとするのを制止し、石道路は牢屋に入れられる。アリプランドが、主人、コルラディーノに、マティルデ・シャブランが面会を求めている旨を伝える。コルラディーノは、入場を許す者の関心を示さず、すでに捕らえた宿敵ライモンドの息子、エドワルドを見たいと望む。コルラディーノの前に引き出されたエドワルドは、父の苦悩を思い、嘆き悲しむ。 しかしエドワルドはコルラディーノへの屈服を拒む。一方、マティルデは、女の手札でコルラディーノの心を捉える計画を、アルプランドに伝える。アリプランドが、マティルデに、コルラディーノは愛を知らず、軍港にしか興味を示さない、ドンキホーテのような男と説明していると、マティルデを追い払いに、白爵令嬢が来たとジナルドが告げる。白爵令嬢とマティルデは喧嘩腰で睨み合い。 アリプランドとジナルドが取りなしていると騒ぎを聞きつけたコルラディーノが現れる。マティルデが威嚇にひるまないのでコルラディーノは頭が混乱する。女たちが去るとコルラディーノは自分の心の変化に戸惑い、アリプランドに相談する。アリプランドからそれは恋の病なのですと言われたコルラディーノは魔法の仕業と考え、 捕らえられた石道路に疑いをかけて殺すように命じるので石道路は震え上がる。マティルデが戻り目に涙を浮かべてコルラディーノに愛の告白をすると彼は全身の力が抜けてしまう。マティルデの誘惑に興奮したコルラディーノは盾と兜を投げ捨てる。そしてライモンドが兵を率いて息子を奪還しに来ると知らせに来たアリプランドは兜を脱いだ主人を見て 驚愕する。城の中庭ではエドワルドが軍隊行進局を耳にして不安に駆られる。そこへコルラディーノが部下を率いて現れ石道路は宮廷詩人として戦いを記録すると宣言する。マティルではコルラディーノの勝利を祈りながらも涙ぐむエドワルドに同情して彼の嫉妬をかき立てる。石道路に鼓舞され出陣の歌が響き渡る。樹木の散在する平原。 高い木の上で、石道路が、戦場詩人を気取っているコルラディーノの護衛兵と、農夫たちが来ると石道路は、空想的武勇伝を読み上げて、彼らを喜ばせる。全員が立ち去ると部下に置き去りにされた、ライモンドが現れ絶望しながら、息子、エドアルドを探す。入れ替わりに、エドアルドが現れ父が死んだと思いな激き悲しむが、遠くに、父の声を聞く。不意に出くわした。 ライモンドとコルラディーノが、決闘を追いもうとすると、城に残したはずのエドワルドがいるので驚く。マティルデが彼を逃がしたと知ったコルラディーノは怒りに、駆られて城を目指して走り出す。その頃城では、エドワルドを逃がした罪をマティルデに着せようと企む、白爵令城が北えんでいた。何も知らないマティルデは、石道路からの戦場のら話を聞かされる。そこへコルラディーノが帰城し、 エドアルドを連れてくるように命じてマティルデに釈明を求める。折り足しく、エドアルドからマティルデに宛てた逃亡の手助けに感謝する手紙が届けられる。マティルデの裏切りを確信したコルラディーノは、弁解に耳を貸さず、彼女を山腹から激流に投げ込んで殺すように命じる。それを聞くと一同は震え上がり、白爵令状は策略の成功を喜ぶ。 一人になったコルラディーノは、この世に、女が存在するは大いなる罪と考える。マティルデに同情するが聞こえる。コルラディーノが農夫たちを追い払うと石道路が来て、マティルデが、激流で死ぬ様子を私的に脚色して語る。そこに現れたエドワルドが、マティルデの無実を訴え、白爵令上の差し金で逃亡してきたと告げる。コルラディーノは後悔の念にとらわれ、 エドワルドは彼の野蛮さを責める。激流に望む、切り立った山の断崖。傍らにライモンドの城が見える。夜、石道路とコルラディーノが現れる。鐘の音を聞いたコルラディーノは自責の念に駆られて、マティルデの後を追い激流に見投げしようとする。そこに、エドワルドがやってきてマティルデの生存を告げる。続いて、姿を現したマティルデは、コルラディーノを許し、 ライモンドとの和解を促す。コルラディーノが永遠の平和を約束すると、マティルデも彼に永遠の愛を誓い、エドアルドに感謝すると石道路に結婚祝いのソネットを求める。そして、女は勝利し、支配するために生まれたと、高らかに歌い幕が降りる。ありがとうございます。